為替レートとは通常の外国為替の取引における外貨との交換比率である。為替相場、通貨レート、単にレートとも呼ぶ。基本的に市場で決定される。市場で決定されたレートをメールと呼ぶ。現代における貨幣は各国の政府あるいは中央銀行が発行し、当外国の法律などにより裏付けを与えられ通用しているものが一般に用いられているが、 その通貨は一般に、当該国、地域の外では通用しないため、貿易や資本移動など国境を越える取引においては、当該国、地域で通用する通貨へ交換する必要が生じる。その際、自国、地域と相手国、地域との通貨の交換比率を決定するための概念が、為替レートである。ここで注意したいのは、基軸通貨である。 アメリカドルに対し固定相場性や変動の緩満な通貨バスケット性を採用している国が多く存在することである。米ドルと連動する、それらの国の為替レートを考慮したレートのネットが変動相場性を採用している国々との正確な現米ドル為替レートとなっているか考慮する必要がある。また、すべての通貨間でレートを決めることは困難であることから、他の通貨、 例えば取引量が最も多い米ドルを基準とし、各通貨の対米ドルレートを組み合わせて為替レートを決定することがある。これをクロスレートという。一般に、為替レートはその制度遺下に関わらず、経済情勢の変化によって変動する。ある通貨 A に対して変動相場性の下で、通貨 B の価値が増大した場合、B は A に対して増加したという。また、 A は B に対して減価したという。政府や中央銀行などの通貨当局は外国為替市場に介入して当該国家の為替レートに影響を与えることができるが中央銀行による介入が最も影響力が強い。中央銀行以外の介入は当該国の通貨流通量を劇的に変化させないからである。 固定相場制において為替介入や固定相場レートの変更などで為替相場の水準が人為的に変更された場合は自通貨が増加した場合を切り上げ減価した場合を切り下げと呼ぶ。為替レートのうち国際的な金融取引や貿易の決済に利用されることが多いベドルとの為替レートは最も重要視されている。基準となる通貨とその相手通貨との関係には 変動相場制と固定相場制の二通りの方式が存在する。先進国の通貨の多くは主に変動相場制を採用しており、需要と供給の関係で日々異なる比率で取引される。一方、特定の通貨との間で、為替レートを一定に保つことをペックと呼び、米ドルとの固定相場制を維持することはドルペックと呼ばれる。 途上国は米ドルとの間で固定相場性を維持するドルペックをする傾向が強かったが近年東南アジアなど一部の国においては通貨危機への対応を迫られた結果相次いで変動相場性へ移行したまた貿易による経済規模の拡大や米ドルの下落などを受けて固定相場性の維持が難しくなってきた中国や中東諸国などでは通貨バスケットへのペックに切り替える または、切り替えようとする動きが見られる。欧州では、諸通貨間のレート変動を次第に抑制するとともに、中央銀行業務を欧州中央銀行に統合する各国政府が協調して、一定の財政規律を確保するといった施策により、右与曲折を経て、域内での為替政策の統一を実現し、共通通貨ユーロを誕生させた。ユーロは国境を越える。 最も強力な固定相場性を実現したことになるが、これは単なる通貨ペックではなく、経済政策の統一による単一通貨の制定という背景を伴っている。同じく、欧州のスイスでは、スイス中央銀行が世界金融危機以降で、欧州とりわけ、ユーロ圏の経済情勢が悪化しているために比較的安全なスイスフランへ 投資資金が流れ込みスイスフランが急騰している状況に対応するため1ユーロイコール1.2スイスフランという防衛ラインを設定しその水準以上にスイスフラン高になった場合には無制限に外貨を購入しスイスフラン安誘導する決定を2011年9月に下したスイス中央銀行は大規模かつ継続的フラン安にするよう取り組んでいくとしている 二国間の物価を比較することによって適正な為替レートとおおよその為替レートのトレンドがつかめる。国際的な一物一家の法則の適用により為替レートを説明するモデルを購買力閉化説と呼ぶ。現在の為替レートで各国の賃金水準などを比較した場合に大きな差が出る場合がある。例えば日本は一人当たり GDP が3万7000ドル程度であるが ベトナムはおよそ500ドルである。これを単純に比較すると、日本の賃金水準が70倍程度高いことになるが、ベトナムは日本よりも物価が安いため、所得が低いからといって購買できる量に70倍もの差がつくわけではない。こうした実情を踏まえ、物価を考慮した購買力陛下で調整した後の一人当たり、GDP は日本が3万ドル、ベトナムが3000ドル程度となり、 その差は10倍程度になる。為替レートがこのような物価差を反映しないのは経済構造と貿易に関係している。A 国と B 国があったとする。A 国は工業化が進展しており、輸出工業の生産性が高い。仮に A 国の輸出工業が B 国の輸出工業の10倍の生産性を持っていたとする。どちらも国際市場に製品を輸出している場合、 一物一家の法則により、両国の輸出品価格は同一となる。これにより、A 国の輸出工業労働者は B 国の輸出工業労働者の10倍の所得を得ることになる。一方で、A 国の国内サービス業が B 国の国内サービス業の2倍の生産性を持っていたとする。A 国で輸出工業労働者と国内サービス業労働者の賃金に、 一物一家の法則が働いた場合、A 国のサービス業は B 国のサービス業の5倍の料金を取らなくては経営が成り立たなくなる。このため、両国では輸出工業品の価格が同一である一方、サービス量は A 国の方が高い状態が生まれ、A 国の物価は B 国よりも高くなる。以上のように輸出競争力に差があり、非貿易財が存在する場合に、 実際のカワセレートと購買力陛下には差が生まれる。サービスの価値が違うとの見方もある。例えば、懐中電灯はどこの国で買っても価値が等しいが、東京で散発することとチミ民市で散発することは、投入剤の価格が違うため価値が異なるという見方である。この時、価値差が物価に織り込まれている場合は、購買力陛下での比較が無意味となる。 また、国際市場における購買力比較では、実際の為替レートが有効になるため、購買力陛下は当てはまらない。自国の通貨口は、自国製品の価格が海外で高くなるため輸出に不利となるが、輸入品が安くなる。また、借金の負担が軽減される。通常為替レートが下落すると、輸入物価が上昇して、インフレを引き起こすと同時に、 企業が抱える外科だけの債務の偏差負担が膨らむ。経済学者の飯田康幸は企業は国際的であり、カワセレートによってどの国の人を雇用するかを決めると指摘している。水保総合研究所はカワセレートが自国通貨高の方向へ動くと輸出相手国通貨ベースの製品価格が上昇圧力を受ける。こうした変動が 生産コストの引き下げ努力を無効化してしまうと指摘している。2009年度の日本の経済財政白書は、どの国でも自国通貨公は景気にマイナスの効果を与えるとしている。為替は2つの通貨の交換比率であるため、相対的にどちらが多いかで価格が決まる。為替はその通貨に対する需要と供給で価格が決まる。一般に為替レートの変動は、 当該国の景気動向、インフレ率の動向、金利動向、財政動向、金融政策の将来動向などの様々な要因がある。また、経済成長率、政治動向などの要因もある。為替レートは、多くのマクロ指数とともに、互いに影響し合う、内政変数である。為替レート決定のメカニズムは、長期的では購買力陛下、中期的では、 ファンダメンタルズ、短期的では、金融資産の動向で決まるとされている。カワセレートは、様々な要因で動くが、そういった要因を無視すれば、長期的には購買力陛下の考え方が当てはまる、場合が多いが、短期的には、金利差が当てはまる場合が多い。また、中期的には、経常収支で決まる、可能性が非常に高いとされている。経済学者のローレンス・クラインは、 為替レート決定のメカニズムを、1金利差二形上収支の対 GDP 比、3輸出価格比に体系化している。ただし、為替レートの動きは、マクロ的な変数の動きだけで説明できる部分は、ごく限られている。日々の値動きという超短期では、取引参加者の予想、思惑という心理によって動く。将来の動向を織り込んだ為替取引を行う。 ディーラーの行動によってしばしば為替レートは実際のマクロ指数の変化を先取りして動く。為替レートは自己実現的な期待に引きずられて正常な範囲を超えて均衡レートから大きく乖離することがある。このような場合通貨当局が介入してシグナルを送ることがある。為替レートに対しては例えば為替は国力を表すはずだ。 少子高齢化で衰退していく国の通貨が上昇するのはおかしいというような誤解を持たれることがある。為替レートというのは基本的に2つの通貨の相場に過ぎず長期的には購買力閉下に沿った動きになる。すなわちインフレ率が高ければ通貨の価値が下がりインフレ率が低ければ上がると考えることができる。そして長期的にはそれが為替レートに反映される。 とシンプルに考えれば良い。基本的に、為替レートは単純に物と物との交換レートに過ぎないため、為替が国力を表したり、成長率が高い国の通貨が買われ続けたりするということではない。2020年7月30日のアメリカの GDP の発表では、マイナス33%の驚異的な数値であったが、ドル相場には影響しなかった。 このように国力や経済成長が為替相場に影響を与えるとは限らない。世界的なマネーの循環はうまくいき、その国は通貨口にはならないのだが、多くの先進国は製造業が海外市場開拓に熱心な一方、銀行は為替リスクを恐れて海外投融資に慎重なために先進国通貨は1が突き出し通貨口になりやすい。 さらに例えば、日本で言えば地方銀行は再編が遅れており、途上国言語を喋れる融資担当者もいないために、海外に資金需要が高い、高金利の金融逼迫国があっても、大規模化、言語訓練の不備のため貸すことができないその結果、金融業の融資先のグローバル化の遅れのため、国内対流マネーの世界への貫流がうまくいかないために、円高になっている現象が観察される。 別に日本の国力や生活水準が高いから円高になっているわけではない。経済学者の高橋洋一は名目金利差ではなく実質金利差とするとうまく説明できると指摘している。為替レートと貿易収支には相関関係があるとする説がある。一つは為替レートが貿易収支に影響を与えているという説。もう一つは貿易収支が 為替レートに影響を与えているるとする説経常収支が黒字だとその国の為替レートは高くなり、資本収支が赤字だと為替レートは低くなる。経済学者の伊藤隆敏氏は、他の条件が一定の場合、輸出が増加すると、経常収支が黒字へと向かい合わせ高要因になると指摘している。経済学者の竹中平蔵は、経常収支の赤字は、 通貨引き下げ圧力となると指摘している。エコノミストの河村雄介は近年は貿易の額より投資の額の方が為替レートを左右すると指摘している。第一関銀総合研究所は資本取引の活性化によって経常収支の動向が為替相場に与える影響を低下させている面もあると指摘している。経済学者の野口明は 貿易収支は一国の国内所得と支出の差によって決まる。つまり、貿易黒字は、カワセレートの動向とは、直接的に関係ないと指摘している。エコノミストの足立政治は、カワセレートは、金利差で決まるものではなく、通貨供給量の差、つまり、中央銀行によるマネタリーベース供給スタンスの差で決まると指摘している。高橋陽一は、為替レートは、 各国のマネーの量で決まるというのは世界の常識である通貨供給量、金利差を重視するマネタリーアプローチの説明力が高い。これを実務の世界で応用しているのがジョージ・ソロスであり、ソロスチャートと呼ばれる各国のマネタリーベースの日に為替は落ち着くというのはマネタリーアプローチと本質的に同じである。長期、中期的にもマネタリーベースで、 かなりの部分を説明することができると指摘している。高橋陽一は、為替は金融政策で決まらずに、フローの形状収支で決まるという人もいるが、為替は二国間の通貨量の比で7わり方決まるのが、これまでのデータである。形状収支もストックで見ると、日本の金融資産のリスクプレミアムを代理しているので、為替に影響を与えるという見方もできるが、毎月のフローの数字ではない。 むしろ、為替が一年後の不ロの経常収支に影響すると述べている。経済学者の森川正幸は、金融緩和政策は、名目での通貨安をもたらす傾向を持つが、実質為替レートを減価させる効果を持つか持たないかは、物価と為替レートへの効果の代償関係次第である、と指摘している。黒田春彦は、為替は、金融政策だけで決まるものではないと指摘している。 主要通貨の実質実行為替レートの変遷日本では日本円と米ドルの相場に注目が集まるが国際市場への参加者は他にも数多くありそれぞれが自国通貨をもって変動相場制の下で貿易が行われているため特定国間の為替レートだけを見ても国際市場における当該通貨の価値を知ることはできない外国為替市場における 諸通貨の相対的な実力を図るための指標として実行為替レートがあり、これは中央銀行や国際決済銀行などが算定し適宜公表している。また、為替レートの変動を考えるとき、両国で物価上昇率が異なる場合は実質的なレートが名目為替レートとずれてくる。このような物価上昇率の効果を考慮した為替レートを 実質為替レートという。実効為替レートにおいても、物価上昇率調整前後の値をそれぞれ算出するのが一般的であり、物価調整前を名目実効為替レート、調整後を実質実効為替レートと呼ぶ。実質実効為替レートは、貿易相手国全体との貿易面での有利、不利を示す指標である。日本銀行の解説にもあるように、実質化、 実効化の両面において様々な論点がある。分析しようとする目的にあったデフレーター及び通貨ウェイトであるかを確認する必要があり、例えば企業の競争環境を分析しようとするときにデフレーターとして消費者物価指数を用いたり、あるいは貿易額を通貨ウェイトとするのは望ましくない。これは賃金などの企業のコストと消費者物価指数は乖離していること。 アメリカ市場で第三国と競争している時にはドル円ではなくその第三国の通貨と円の関係が問題になることなどによる。また、ウェイト買いに伴う訴求改定をどのように行っているかも注意が必要な点であり、現在のウェイトをもとに過去を訴求改定するような統計の場合、過去の値が持つ意味をよく吟味しなければならない。その他にも過去と比較する際には、 実質実効為替レート水準の工程をただ、比べるだけではなく、経済情勢や経済構造の変化など、様々な留意点がある。クロスレート、証券用語解説集、野村証券、2021年2月12日閲覧。PR クルーグマン、M ・アブストフェルド、クルーグマンの国際経済学理論と、政策金融編、欧州の憂鬱、ドキュメント EC 統合。 日本経済新聞社編、日本経済新聞社、1993年、ISBN4 から532141788。EU における、通貨統合、欧州中央銀行の金融政策とユーロ、田中須賀、藤田誠一、カスガイヒ編、有比較、2004年、ISBN4 から641162069。欧州中央銀行の金融政策。 新たな国際通貨ユーロの登場。羽根、森直子、中央経済社、2002年、ISBN4 から502646105。スイス中銀、フランスオーバに30年ぶりの上限設定、断固として、防衛、ブルームバーグ2011年9月6日、AB 野口明、経済の仕組みが、すんなりわかる講座夏目社、2003年、71ページ。 日本経済新聞社編、優しい経済学日本経済新聞社、日経ビジネス人、文庫、2001年、126ページ。AB 伊藤治む、日本の経済歴史、現状、論点中央公論新社、中高新書、2007年、112ページ。3話総合研究書編、35でわかる、日本経済日本経済新聞社、日経ビジネス人、文庫。 2000年、258ページ。飯田康之、天宮か林、脱貧困の経済学ちくま書房、ちくま文庫、2012年、38から39ページ。水保総合研究所編、3時間でわかる、日本経済ポイント解説日本経済新聞社、日経ビジネス人、文庫、2002年、187ページ。AB 高橋陽一。 ニュースの真相を円安効果で中国から国内回帰大手製造業の方針は正しいか。現代ビジネス2015年1月12日、竹中平蔵、竹中教授のみんなの経済学原頭者、2000年147ページ。野口明、グローバル経済を学ぶ、畜麻書房、畜麻新書、2007年294ページ。荒井明、 柳川の幸、新荒井の子、E、教室編、経済の考え方がわかる本岩波書店、岩波ジュニア新書、2005年、162ページ。AB 日本経済新聞社編、優しい経済学日本経済新聞社、日経ビジネス人、文庫、2001年、125ページ。栗原昇、ダイヤモンド社、図解わかる。経済の仕組み、審判ダイヤモンド社。 2010年、140から141ページ。AB 竹中平蔵、竹中教授のみんなの経済学原頭者。2000年、239ページ。栗原昇、る、ダイヤモンド社、図解わかる。経済の仕組み、審判ダイヤモンド社。2010年、141ページ。AB 日本経済新聞社編、優しい経済学日本経済新聞社、日経ビジネス人。 文庫、2001年、129ページ。伊藤治日本の経済歴史、現状、論点中央公論新社、中高新書、2007年、178ページ。AB 日本経済新聞社編、優しい経済学日本経済新聞社、日経ビジネス人、文庫、2001年、131ページ。ユーロ相場で考える、為替コール国力説の、 幻想外貨投資の誤解での岡本和久の見解などユーロ相場で考える、為瀬イコール国立説の幻想外貨投資の誤解での佐々木通る、竹中正春の見解など、ハット AB 政治、社会、日本の解き方、為瀬トークはノイズだらけ、有事の縁外も根拠なしザクザク2014年7月25日、ABC 野口明、経済の仕組みが、 すんなりわかる講座夏目社2003年84ページ。新井明、柳川のりゆき、新井のりこ、E、教室編、経済の考え方がわかる本岩波書店、岩波ジュニア新書2005年163から164ページ。佐藤正彦、竹中平蔵経済ってそういうことだったのか会議日本経済、新聞社学、日経ビジネス人、文庫、 2002年、201ページ。河村雄介、日本の金融夏目社、改訂審判、第2版、2007年、130ページ。第1関銀総合研究所編、基本用語から始める、日本経済日本経済新聞社、日経ビジネス人、文庫、2001年、79ページ。野口明、経済の仕組みが、すんなりわかる講座夏目社、2003年。 85ページ。足立政治、講座、ビジネスに役立つ世界経済、第3回、欧州経済低迷なのに、ユーロがの不思議権だ、ビジネス、2013年5月9日、心引き浜田光一エール大学教授、日銀の政策は、トゥーリトル、トゥーレートだ、有告のインタビュー第2回聞きて、 高橋洋一現代ビジネス2011年3月東期政治社会日本の解き方形状収支の大きな誤解赤字でも成長率に影響なしザクザクに1 0 1 3年4月5日円高と日本の国際競争力過度な円高についてリーチに1 0 1 2年10月23日日銀総裁追加緩和新手法も 物価上昇2%目標検事毎日新聞2015年1月1日 AB 実質実効為替レートについて円高は経済政策の失敗が原因だしのドズ氏のドスに2010年10月13日例えば IMF は2012アーティクル4コンサルテーションにおいてユニットレーバーコストをデフレータに用いて実質実効為替レートは 過去の平均水準より割高であると指摘している。実行為替レートの解説。ありがとうございます。